1987年、一つの FM 音源が生まれた。 IM2413 オペレータータイプ LL、 通称 OPLL はヤマハが開発したモノフォニックにオペレーターの FM 音源チップです。この小さなチップがどのように利用され愛されたかを大いに語ります。1980年代前半は PSG と呼ばれる通常キコキコサウンドと呼ばれる区形波音源が様々なハードウェアで利用されていました。1990年にスーパーファミコンが発売されて以降は PCM が主流となり、楽器そのままの音をサンプリングして奏でる手法がメインとなり現在も続きます。ちょうどその間、ヤマハが発売した FM 音源は小さな設定で今まで聞いたことのないサウンドを奏で、アーケード、家庭用ゲーム機、パソコン等に採用されました。その中でも有名なチップが YM2151、 通称 OPM、 多くのアーケードゲームや X68000 に採用され、アーケードを中心にこの世の春を謳歌しました。パソコンでは YM2203、 通称 OPN が PC8801 で採用され、星野雄三氏の天才的な作曲と音色で多くのパソコンユーザーに愛されました。 MSX マガジンという雑誌がありました。 PSG しか体感できなかったユーザーに1987年7月号特別付録のそのシート、レコードの簡易版みたいなものに MSX オーディオ音楽が収録されていました。 B 面には朝倉大輔氏によるディーバプリトラの炎、こんなサウンドが作れるんだと少年たちは胸を躍らせました。そんな中、 YM2413 は世に出ました。1987年10月、セガのマスターシステムとして YM2413 は採用されました。同じく PSG しかなかったセガファンに喜んで迎えられました。そして1988年7月、新しい MSX ミュージックとして FM パックが発売されました。今まで聞いたことのない音色に MSX ユーザーは喜びました。改めて YM2413 のスペックをおさらいしましょう。 FM 音源9チャンネル同時発音モードとノイズジェネレーターを併用し、リズム音を生成する FM 音源6チャンネル足すリズム音源5チャンネル同時発音モードが用意されてます。しかし自由に作れる音色は一つであり、内蔵ドラム音色も通称ポコポコドラムと呼ばれるものでした。 OPM を用いたアウトラン、小城雄三氏の作品と比較され、 YM2413 でも素晴らしい音楽が多数生み出されますが、 YM2413 の割に頑張ったが抜けきれない状況が長く続きました。それでもマスターシステムおよび MSX ユーザーは YM2413 を出来の悪い子ほど可愛いと言わんばかりに愛しました。その他の採用機器を見ていきましょう。アミューズメント向けプライズゲーム、 SNK 製ネオミニなど、キディライド、東吾製トベトベ、アンパンマン等に採用。中日本プロジェクト、アルファ電子、ミッチェルのアーケードのゲームに採用されました。そして1989年、名作が生まれます。サーク、PC8801 と比較されるたびに常に劣化移植と言われてた YM2413 のポテンシャルが花開きました。ここで YM2413 は一つのピークを迎えます。しかしその栄光は儚い夢でした。 YM2413 の終焉、ある時を境目に YM2413 は終わりを迎えます。1コピーツール氾濫による市場の低下、1991年 MSX ターボ R が発売され、引き続き YM2413 が採用され、新しいハードで飛躍するはずだった。このコロコピーソフトが全国に出回り、違法コピーが横行、ソフトが売れなくなり急速に市場が縮小。 MSX マガジンも1991年に販売終了となった。2、
ユーザーが大人になった。 MSX ユーザーのメイン層である中高生が大人になり、バイクや車、恋愛と興味が変わっていった。1995年 Windows 95発売。その後 IM2413 は一部の愛好家に愛され、他の FM 音源と同様に音楽の歴史からひっそりと消えていくはずだった。 YM2413 第二の人生。きっかけはわからない。1990年後半、当時パチスロ機は PSG 音色だったのが、そのチップの価格からか多くのメーカーに採用された。まずは代表作を聞いていただこう。その名はサンダー V。MSX ユーザーは常に OPN、OPM に対してジェラシーに近いものを感じていた。パチスロユーザーは新しい音楽として愛した。すべてのパチスロサウンドは YM2413 のために作られた音楽であり、無理、無駄がない。当時は光るパネルと音楽で世界観を表現するしかなかった、との名言がある。パチスロではいわゆる当たり、の時に流れる YM2413 サウンドがユーザーの心を捉えた。これはドラゴンクエストでいうレベルアップのサウンドに近い。杉山浩一先生はテレビゲームも含めてあらゆるゲームを愛した。パチスロ愛好家も同じくゲーム愛好家だったのだ。彼らにとっても YM2413 は青春の音楽だったのだ。ここで YM2413 は第二のピークを迎える。名曲を数曲紹介します。松屋紹介、ダイナマイトキッズ。スーパーボンバー。作曲者ハルボンさんの貴重なコメントがネットに残っている。ベースがベンベンと元気に演奏されます。さらに重く激しくを目指してみました。一応ハンマリングだのいろいろと奏法を表現しようとしたのですが、分かっていただけますでしょうか。ブラザーが IM2413 では暴挙とも思われる。レコードのターンテーブルを前後に動かしてキュッキュッと鳴らすあのスクラッチノイズや、発音数が少ないけれど頑張ってオーケストラヒットもどきにも挑戦してみました。ワードオブライツ。そしてまた若い世代がこのサウンドを